あかんだけど、これ行きたいのに。いや、これ開かないですよ。ちょっとイライラしませんか、これ開かない。はい、 OSG ものづくり部の時間がやってまいりました。今日は何をやっていきましょう。今日は冒頭でもあったように、はい、マジでいつもあのドア取れないんですよそんなに開きにくいね。なかなかね、こいつ滑って取れないので。それが今のドアノブですね。そう、このドアノブをちょっと新しく作っちゃおうかなと。そうですね、美味しいの工具でパパパパと。じゃあものづくり部らしくものを作っていきましょう。はっ。今回のドアノブ、これがモデルになります。四角から加工するんですけど、まあ、今回簡単にね、化成魚加工でこんな感じで外側からこうシャカ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 削っていこうかなと思います。はい、こっちやったら今度は裏返して同じように外側からシャカ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 削っていきますね。化成魚でしっかり削って、しっかり波長をね使ってね、バシューンとこちらの ATLN 使って加工していこうかなと思って、ぜひ見てください。じゃあドアノブ作っていきます。比較材はですね、アルミ A の7075です。使用します工具こちら、でかすぎでしょちょっと今回お見せする関係上この大きいのをちょっと紹介してますけど、 OSG の非鉄用のエンドミル AETLN と呼ばれる製品になっております。実際は丸10の工具を使っていきます。ドリルタップばっかだったんでね、エンドミルもやってるってことを見てもらわなきゃいけないですね。の負荷が常に一定になるように、側面切削を行うような円弧動作の運動で切削をしていく。合ってますよね。合ってるよ心配持て工具に、かかる負荷が、一定になりますので、たとえこう波長の長いエンドミルを使っても加工が安定するようになります。3枚刃のエンドミルになっておりまして、剛性と切れ味両立している溝フォームとなっておりまして、標準品でありながらですね、DLC コートを採用しておりますので、寿命もバッチリ、パフォーマンス抜群ですよ。あ、こういう形になるんですか。そうだよ。乗ってから。マッチでーす。マッチでーす。初登場の初登場できた。バッチリ。ボルト締めます。めちゃくちゃいい。素晴らしい。できた。これちょっと元の僕やってよ。これやばい。すげえ使いやすい。革命だいぶ改善できました。バッチリ。これいいよ。いいっすね。よし、今日はこれで終わりかな。
はい、お疲れ様でした。無事ドアノブできましたね。バッチリでした。どうですか、作ってみての意外に良かったんで、違うところにも作っちゃおうかななんて穴開けなきゃいけないんでね、あれ怒られるかもしれないんで、今後も作っていきたいなと思います。なんかいろいろ作ってみたいね。そうですね、何かもしなんか作ってほしいものとかなんかアイディアありましたらコメントいただければ嬉しいです。高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次回お会いしましょう。はい、バイバーイ。